16時38分だいぶ薄暗くなってきた。第1弾何やったっけ、エリンギ、第2弾えのき、じゃあ第1弾ウインナー、第2弾えのき、第3弾茶わウインナー、エリンギ、えのきで次かまぼこ、100円もせん気分のかまぼこ、焼きかまぼこ行ってみたいと思います。行ってみたいと思いますってよ、 YouTube の人やるけど、行ってみますでええんじゃないんかな。それではやっていこうと思います、やっていこうと思いますっていう話に、どうもその思いますやったら自信なさげな感じがして、きれいなやっていきますで、あつでええような気もせんでもないんやけど、前かそういうことは、あ、ちょうど今日はナイフを持ってきているんで、かまぼこをちゃんと切れました。でそうや、100均でまな板も買うたんやけど、今日は持ってこなんだ、ヤスリ、ちゃんと紙ヤスリでヤスリがけして、なんかかまぼこの天ぷらみたいなってさ、かまぼこってどれがうまいと思うんですが、新宮市の名物料理であった満月堂の焼きそばやベールの鍋焼きうどん、こういったやつに絶対ついてあるこの安っぽいかまぼこ、特に満月堂のかまぼこなんかちょびっとしか入ってない、ものすごくちっちゃく切ってあるかまぼこ、あれがうまかったような気するんやけど、あこのさ、いや焦げて、あだいぶ真っ黒になってきたな、まずいな、あ火消えた、このさっきした焼き跡のニンニクと砂糖と醤油の匂いでちょっと焦げも入ってきて、これお祭りの匂いに完全になってきました。イカを焼きたくなってきました。あとはさっきちょっとこの唐辛子入れすぎて辛すぎやな、あれは 2,3 切れでええな、もう味があれからこう油へわーっと染み、行き渡るんで、唐辛子はちょっとで、あとこのこれえのきめちゃめちゃうまくなってきた、ちょっと冷まして味を落ち着かせたらめちゃめちゃうまい、うん、これはご飯何杯でもいけるって、ご飯何杯でもいけるっていう言い回しは嫌いやけど、そういう味がします。あとあまり好きではない言い回し、うわこんなん絶対うまいやつやんっていうのもあんまり好きな言い回しじゃない、なんかかまぼこじゃないような感じになった。うん、貧乏臭い味でうまい、バジルちょっとかけてみよう、うん、かまぼこの、あ、かまぼこの持つ貧乏臭さとバジルの持つ高級感、よそ行きの洋風な洋食の味がお互い喧嘩しつつも仲直りしあるって感じの味です。
ちょっと焼きすぎかな、こうなったら舌触りがあまりよろしくないのでこれぐらいにとどめておくべきやね。これはちょっとあかんわ。薄切りにしてささっと両面炙るぐらいの感じがええかも。かまぼこはでもうまい。基本かまぼこ何もせんでもうまいから、実はものすごい味ついてあるんでうまいと思う。そういえばさっき向こう見て戦闘機が3機向こうの方見てピーって行きやったけど、訓練やろうか。一度ソニックブームっていうやつを見たいんやけど、音速を超えたら戦闘機の後ろぐらいに雲がプワーンって爆音が響いた後、雲みたいなのが富士山にかかってあるような雲がブワ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 って出るの、あれをちょっと見てみたいな。なぜちょうど音速なんやろうか。第4弾かまぼこ終了。